平野紫仕様、飛べ合流で新スタート。兄弟関係公然か、他のジャニーズ弟たちも成功。ファン感銘、注目のストーリー。ジャニーズ事務所の元メンバーである平野仕様が、キング・アンドブスからの卒業後、新たな道を歩み始めました。彼は7月7日に、滝沢秀明氏が代表の新会社、株式会社飛べ、への移籍を発表し、その後、 ファンクラブや SNS での活動を本格化させています。この記事では、平野仕様の新たなスタートと、彼が家族との関係を公にしたことについて探求します。また、ジャニーズ事務所から独立し、自分のキャリアを積極的に追求する他のジャニーズの弟たちについても紹介します。平野仕様の新たなスタート。 平野紫耀はキング・アンド・ソ卒業した後、滝沢秀明氏が代表の新会社、株式会社トべへの遺跡を発表しました。この遺跡に伴い、平野紫耀はファンクラブや SNS を開設し、TikTok や YouTube にも積極的に登場しています。 ジャニーズ事務所に所属していた時期よりも SNS を活用し家族の顔出しを解禁するなど新たなスタートを切ったことが明らかです。家族との関係を公に、平野紫洋が家族の顔出しを解禁した中で注目を浴びたのが弟の平野陸さんです。 両者はインスタグラムで初めてツーショット写真を投稿し、これまで公然の秘密であった兄弟関係を公にしました。かつて、彼らは小中学生の頃から兄弟でダンスユニットを組み、動画サイトに投稿していたため、ファンの間では知られていました。 平野陸さんはアパレルブランド RKS リキーへの代表として活動し、アーティストリクーとしても成功を収めています。彼女はソロで写真集も出版し、個々のキャリアを築いています。兄弟関係の公然化。以前、塩が RKS リキーのロゴ入り T シャツを着用した写真を公開し、兄弟の関係を示唆する形となりました。 ジャニーズ事務所に所属していた際には、このような兄弟関係を公にすることが難しかったかもしれませんが、ジャニー退場後、自由に家族との絆を表現することができるようになり、それがファンにとっても嬉しい出来事となりました。他のジャニーズの弟たちも注目。平野仕様だけでなく、他のジャニーズの弟たちも独自の道を切り開いています。 例えば、セクシーゾーンへの菊池風魔の弟恩王さんは、プロボクサーとしてデビューし、上陣では判定負けを期しましたが、その後の試合での活躍が期待されています。恩王さんは高校生の頃、モデルとしてメンズファッション誌、ヒーローズに登場し、TikTok や YouTube にも投稿していたことで注目を浴びています。藤ヶ谷太保の弟良介さんも活躍。 キスマイフと2の藤ヶ谷ヤ穂の弟良介さんも、美と健康のために開発したドリンクを中心に販売する会社、モリンゲイヤの代表として活動しています。良介さんは元製薬会社医薬品の開発責任者とタッグを組み、独自開発の製品を提供しており、その信頼は高いようです。また、 彼も平野仕様や菊池風磨の兄弟と同様に兄に似た美形であることで知られています。平野仕様が飛べ合流で完全解禁した兄弟関係はファンにとっては嬉しい驚きでした。ジャニーズ事務所を離れ新たなキャリアを築く彼らの姿は多くの人々に感銘を与えています。 さらに、菊池風磨の弟恩王さんや藤ヶ谷多穂の弟良介さんのように、他のジャニーズの弟たちも注目を浴びており、彼らの成功が家族にとって誇りであることは間違いありません。ジャニーズのブラザー事情は、才能と努力が結びついた素晴らしいストーリーを紡いでいます。これからも彼らの活動に注目し、応援し続けたいと思います。